マブラブオルタネイティブ、前回の続きからプレイしていきましょう。00ユニットこと、こっちの世界の住処の人間らしい部分というのがだいぶ戻ってきたところからですね。さすがに真っ暗だな。夜景なんて洒落たもんはないからな。やっぱり寒いな、ここは。寒い。本当に寒いのか、それとも俺の言葉をオウム返しにしただけなのか。いや、本当にそう感じているんだろう。優子先生の言葉からすれば、00ユニットの疑似生態にはそういう感覚だってあるはずだ。息だって、ちゃんと白くなってるし。これで人間じゃないなんて、絶対信じられないよ。だから何か上に着てこいって言ったのに、俺のジャケット羽織ってろよ。いいよ。タケルちゃんが寒いから。え？大丈夫。私は、寒くても風邪ひかない体だから。そっか。ここまで普通の反応するなんて、やっぱりスミカの中で何かが変わりつつあるんだ。スミカとの思い出があるこの丘、この世界の俺とお前の思い出じゃないけど、でもそのイメージや思いを感じてくれたら何かのきっかけにはなるはずなんだ。だから言ったろ、悪いけど俺貸してやれる上着持ってないぞ。タケルちゃんめっちゃ薄着だよねこれね。今更だけど。いいよ、期待してなかったから。そう言われるとな。ねえねえタケルちゃん。なんだ？来年の夏も一緒に来てくれる？なんで来年の夏なんだ？だって冬は寒いし、春になればみんな卒業しちゃってるじゃない。でも白陵台にそのままスイーッと進んでるだろう。じゃあ大学入ってから初めての夏休みだ。だから別に来ようと思えば来れるんじゃねえか。ここが潰れてなければな。本当に？あ、どうした。そういえばそんなこともあったな。スミカとここに来たから俺も思い出せたんだろうな。でもやっぱりここの丘での一番の思い出は。サンタ来ないな。タケルちゃんのバカ。いいじゃんか。ガキの頃はさ、毎年ここでこんな風にやってたんだ。途中でやめちゃったけどね。あれいつからだった？小学校の途中までだと思う。そっか。来ないね。俺たち以外にも待ってるやついるかな？待ってる子がいるならここには来なくてもいいや。なんでだ？それはね、雪だ。お、ほんとだ。冷えると思ったぜ。ね、タケルちゃん、プレゼントちょうだい。さては忘れたな。なんだよ、ずっと一緒で買う暇なかったじゃんか。こんな時に最低だよ。うわ、そこまで言いますか。けど許してあげちゃう。お、優しいじゃん。今日は特別だからね。ん？私にはプレゼントくれる人いるもん。抱えきれないほどのプレゼントくれたよ。スミカ。今年は今までで一番のプレゼント。もうもらったから。この場所はさ、俺にとって特別なんだ。本当はここじゃないんだけどな。別の世界の同じ場所だ。別の世界。そうだ、別の世界だ。この世界に来た時にはスミカとのことをすっかり忘れていたなんて未だに信じられない。今じゃ鮮明に思い出せるのに。もし俺があっちの世界に戻っていなかったら思い出すことすらなかったはずだ。そんなこと考えたくもない。スミカ、ちょっと手出してみろ。反応なしか。しょうがねえな、こうやって手を前に出すんだ。
あまりいい出来じゃないんだけど、お前に渡したいものがあるんだ。うわ、すげえ。色塗ってなくてもすげえよ。これやるよ。何これ。スミカはクリスマスって知ってるか。クリスマス知ってるよ。お、普通に知ってるなんて、この世界だとはい、そんな感じがするな。クリスマスと誕生日はプレゼントの日。ここまで知ってんのか。そうだ、ちょっと早いけど、俺からのクリスマスプレゼントだ。クリスマスプレゼント。これ耳折れてんのがすげえな。クリスマスにはサンタクロスっていうじいさんがやってきて、世界中の良い子にプレゼントをくれるんだ。世間ではそういうことをやってる、そういうことになってる。でも実際はそんなじいさんは来ない。息白い。だから別の世界の俺は子供の頃決めたんだ。サンタの代わりにスミカに毎年プレゼントをあげるんだってな。子供だった俺はスミカがそのプレゼントをどういう意味で受け取っていたのかなんて想像もしなかった。でもそれは成長しても同じだった。心はガキのまんまだったんだよ。自分のスミカに対する本当の気持ちすらちっとも分かってなかった。二人の関係を幼馴染って枠に収めて、本当の気持ちを見ないようにしていたんだ。だけど俺はやっぱり寒いよ。それは俺の話か、それとも気温がどっちだろうな。寒い。だからさっき言っただろ、上着かすって。今脱ぐから待ってろ。やだ、タケルちゃんが寒くなる。なんだよ、じゃあもう戻ろうか。このタイミングでウサギのマスコットを渡せば何かしら変化が起こるかと思ったけど、さすがにそんな都合よくはいかなかったか。ちゃんと俺を認識してはいるみたいだけど、これ以上反応がないんだよな。あまり無理をさせる意味はもうないのかもしれない。やっぱりこの世界の思い出じゃないと。いい。え？まだここにいる。これはどう判断していいかわからないけど、ここにいたいってことなんだよな。もしかしてちょっとは効果あったのかな。でも寒いんだろ。くっついて。え？くっつけばあったかいよ。すごいぞ、こんな普通の反応するなんて。これはもしかしたら。じゃあ俺が座るから、お前は前に座って横からよ。後ろから抱っこして。そうすればもっとあったかいよ。ああ、わかった。どうだ、ちょっとマシか。まだ寒いか。あったかい。そっか、タケルちゃんはあったかいよ。いいぞ、この世界の俺を思い出してるんだ。そうか、俺はどんな風にあったかかったんだ。このままいけばこの世界の俺とスミカの関係が詳しくわかるはずだ。とってもあったかかったよ、タケルちゃんは。それで？なのにあったかくなくなったよ。え？タケルちゃん、あったかくなくなった。まただ。この前からなんとなく思ってたけど、この世界のスミカは少なくとも俺が死んだことを知っているんじゃないのか。スミカ、復讐するんだ。まずい、そっちに行かないでくれ。せっかく普通の心を取り戻しかけていたのに、そっちに戻らないでくれ。復讐してやる。スミカ、いいんだ、今はまだそんなことを考えなくていいんだ。全部ダメにした、全部奪った、全部全部。大丈夫だスミカ、もう大丈夫だから。同じ目に合わせてやる、あいつらも同じ目に。スミカ、そんなのはいいんだ。よくない。お前はいつか必ず戦わなければならない。だけどその時は俺も一緒だ、絶対一人にしないよ。だから今は、せめて今はスミカでいてくれ。まずい、発作だ。くそ、せっかく安定してたのに無理をさせすぎたのか。痛いよ。
スミか、カスミ、見ていてくれるか。もう少し様子を見てダメそうだったら先生を呼んでくれ。俺はここにいるぞ、大丈夫だ。助けてよ、助けて、タケルちゃん、助けて。俺はここにいる、こんなそばにいるじゃないか。タケルちゃん、そばにいるから、俺はここにいるから。大丈夫だから、いつもそばにいる。俺はここにいるんだよ。スミカ。タケルちゃんだ。反応してる。落ち着いてきたのか。スミカ大丈夫か。タケルちゃんの声がする。え？タケルちゃんの匂いがする。スミカ、目の前にいる俺の存在を認識してるってことか。またさっきみたいに俺を白金タケルだって分かって反応してるのか。タケルちゃんがいる。スミカ、俺が分かるのか。何言ってるの。いや、何言って。ああ、お前大丈夫か。あれ、私何を言ってたんだろう。あいつらは殺したいだけなのに。おい、まずい、また元に戻りかけてる。痛い痛い、頭が割れそうだよ。もう様子を見てる場合じゃないのかもしれない。安定と怒りと発作の短いサイクルで繰り返し始め、安定と怒りと発作を短いサイクルで繰り返し始めてる。こんなの今までなかった。スミカ。そうだ、そうだよ、タケルちゃん。いいこと教えてあげる。え？どうしたんだ。発作の時はいつも憎悪と怯えが混在していたのに。しかも俺を認識できていなかったはずだ。やっとあいつらに復讐できるよ。タケルちゃんを殺したあいつらをみんな殺しにしてあげるから、待っててね。スミカ。ねえ、タケルちゃん、そうだよね。やっぱり今までとは違う。死んだこの世界の俺と目の前の俺を混同してはいるみたいだけど、目の前の白金タケルにはちゃんと反応できてるんだ。それでね、また痛い。また頭痛だ。やっぱりサイクルが短くなってるんだ。それに昨日よりも長い言葉を話してる。邪魔なの。もうイライラするな。何なのこの痛いのは。よし、ここは俺の思い出話を続けて、さらに反応を見るしかない。ここで腰が引けたら、リスクを負ってまで連れ出した意味がない。あんな、スミカ、そのウサギのプレゼントの話だけどさ、まだ続きあるんだよ。痛い。頑張ってくれ、スミカ、頼む。そのうちサンタなんていないって分かる年になって、いつしか俺はスミカにクリスマスプレゼントをやらなくなってきた。正直言うとすっかり忘れちまってたんだ。だけど俺と付き合った時、スミカは何て言ったと思う。安心して、タケルちゃん、私があいつらを最高のプレゼントをもらったって言ってくれたんだぜ。すごい力なんだから、もう何でもできるよ。普通に生きてきてさ、人に言われてあんな嬉しいこともなかったよ。よかったよ。
復讐できるんだ。だからスミカ、もういい、もういいんだ。またいつか二人でクリスマス過ごそうぜ。いつか二人で。助けるちゃん。な？助けるちゃん。なんだ？スミカ。また頭が痛いのか？早く一撃したい。さっきよりサイクルが速くなってるのは確かだ。それに一瞬明確に俺を呼んだな。先生もう待たなくていいのに。え？先生って言ったのか？優子先生のことか？なんかここにいると気分が悪いよ。スミカ。ダメ。何これ。何がダメなんだ？知らないよ。私はあいつらを殺したい、それだけなのに。もう限界か？これ以上さすがにスミカへの負担が大きすぎるだろう。先生がいつまでも待たせるからいけないんだ。また先生って、俺が優子先生って呼んでるからなのか？普通なら光月博士が副司令じゃないのか？でも霞だって副司令とは呼んでないからな。これだけじゃ何とも言えない。無駄なことしてる場合じゃない。訓練しなきゃ。訓練しておかないと勝てなくなっちゃうよ。復讐できない。スミカ。タケルちゃん、そうだよね？ああ、そうだな。また俺を明確に認識している。だけど死んだ俺との区別はついてない。早く殺したいな。一体何がどうなってんだ。早く訓練の続きしたいよ。よし、じゃあそろそろ戻ろう。訓練の続き、それは戻ってからのお楽しみだ。ここ来るのなんか久しぶりだね。え？一体何がどうなってんだ、久しぶりって。何が久しぶりなんだ、スミカ。訓練始まらないかな。ああ。訓練、訓練。わかった、戻ろうな。スミカの言動から判断して、この世界の俺とスミカの間にただの知り合い以上の関係があるのは間違いない。スミカはこの世界の俺が死んでいることを知っていて、その仇を取ろうとしているのがその証拠だ。それが分かっただけでも大きな前進だ。今はそう思いたい。でも一歩ずつ進んではいってるんだよな。以上が午前のシミュレーター演習で修正すべき点だ。まとめると、基本であるエレメントを崩さず各小隊間の連動を行えということだ。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。